国産展にあるコンディトライ兼ベーカリーコンディトライはドイツやオーストリア、イスラエル、北欧圏などでも見られるパティスリーとカフェを併設した店舗のことである。ケーキ、トルテ、菓子類、コーヒー、ホットチョコレート等が提供される。コンディトライはペーストリーを販売する一方、コーヒーやソフトドリンクを提供し、多くの店舗ではビール、蒸留酒も提供する。レストランとの 主な違いは品揃えと営業時間である。主な店舗の営業時間は平日午前9時から午後6時、それから土曜日の午後だけである。最近の傾向では繁華街やショッピングモールで営業時間を延長して営業する店が増えて成功しているが、都心から離れた小店舗は20世紀後半以降潰れていっているのが現状である。 コンディトライは普通のパン屋と違い普通のパンは作らず、砂糖漬けのフルーツや甘いパンなどの商品を作り、それらの芸術性に重きを置いている。それらを使うことから、コンディトアの語源は、果物の砂糖漬けを意味する、ラテン語のキャンティアーに由来する。それとは別に、ラテン語の、コンディトラ、アエ、エフ、製造保存から来ているという説もある。1700年代初頭には、コンディタ コンディトライという言葉が確認されている。ありがとうございます。